シルバーニューントーリはフランスモンテリマール出身のオートバイレーサー。2014年のスーパーバイク世界選手権チャンピオン。1994年12歳の時からスクーターレースを始め、翌1995年にはアプリリア SR50 を借り、史上最年少でフランス国内大会のチャンピオンとなる。その後、ロードレースに転向し、2000年には フランス国内選手権 250cc クラスでチャンピオンに輝き、ヨーロッパ選手権 250cc クラスでもランキング3位を記録した。250cc クラスギュン通りのグランプリデビューはワイルドカード枠で参戦した2000年のフランス GP250cc クラスのレースだった。翌2001年にはエキップドフランスチームからフル参戦を開始し、 シリーズランキング14位を記録した。2002年には最高峰、モート GP クラスに参戦するテック3ヤマハチームのテストライダーを務め、ユーザー500を買って、チェコ GP の一戦のみ、スポット参戦した。2003年には 250cc クラスに戻り、カンペテーラレーシングから参戦、ダッチ TT で初表彰台となる3位に入った。銀通りは、 その後2006年シーズンまでトッププライベーターの一人として 250cc クラスに参戦を続けた。モートジッピークラス2006年シーズンの途中より、キュントーリはテック3チームに再び招かれて、ダンロップタイヤの開発のためのテストライダーを務めた。そして2007年には、玉田誠のチームメイトとして 800cc のユーザー、M1 を借り、モートジッピークラスに、 フル参戦デビューを果たした。ドライコンディションでは、ブリジストン・ミシュラン勢の後陣を敗することが多かった。ものの、ウェットレースでは強さを見せ、第5戦地元フランス GP では一時トップを走行、第15戦日本 GP では3位のトニーエリアスから0.6秒差の4位で、完走を果たすなどの活躍を見せた。 この年のランキングでは玉田を上回る16位を記録し、ルーキーシーズンを終えた。2008年アメリカ GP2008 年シーズンは、アリーチェチームに移籍し、トニエリアスのチームメイトとして、ブリジストンタイヤを履いたドゥカティでスモセリチを借ることになった。キュン通りは18戦前戦完走、うち17戦ではポイントを獲得する安定度を見せた。 ウェットレースとなった第10戦ドイツ GP では、マシントラブルに見舞われて、トラクションコントロールがオフの状態で走ったにも、かかわらず、シーズン自己ベストの6位で完走を果たした。この年のシリーズランキングでは、エリアスの12位に次ぐ13位を記録した。2009年は、モートジッピーのシートを見つけることができず、英国スーパーバイク選手権に、活動の場を移した。クレセントチームで、 GSX-R1000 を買ったギュントーリはすぐに、マシンに順応し、開幕戦ブランズハッチのレースイッチでいきなり、ポール・トゥ・ウィンを遂げる活躍を見せた。ところが、第3戦ドニントンで、ジョシュ・ブルックスと接触、転倒して、右足を骨折してしまい長期欠場を余儀なくされ、シリーズランキングは8位に終わった。2010年 SBK シルバーストーン2010年、ギュン通リは、 スーパーバイク世界選手権に戦いの場を移し、ワークスのチーム鈴木アルスターで、レオン・ハスラムのチームメイトを務めることになった。表彰台の獲得こそ叶わなかったものの、最終戦マニクールのレース1で、コースショートカットによるライドスルーペナルティの指示に従わず失格処分を受けた。以外は全レースをポイント圏内で完走する安定度を見せ、シリーズランキング7位を記録した。 2011年シーズン、キュントーリは SBK 新規参戦のリバティレーシングに遺跡、ヤコブ・スムルズをチームメイトに、2010年に、ドゥカティゼロックスチームが使用した、ドゥカティ1198を借ることとなった。開幕戦のフィリップアイランドでは、予選3番手につける活躍を見せるが、レース1で転倒しその影響で、レースにも欠場するなど、最先の悪いスタートとなる。 その後序盤から中盤にかけては、スムーズに遅れを取ることが多く苦戦していたが、ソルトレークシティで s b k 3戦後発となる3位表彰台を獲得。この頃から成績も向上し始め、6位前後に入ることが多かった。ニュルブルクリンクでは、豪雨の中で強さを見せ、自身最高となる2位を獲得。ありがとうございます。